トゥース。皆さんこんにちは、おやじです。今日は2023年5月16日です。天気いいですね。サツキ晴れ。気温がね、27度ありますよ。今日はね、夏日の予想でしたが、見事予想は当たっております。あ、そんなところで今日もざっくばらんにラジオ代わりに聞いていただければなと思っております。で、今日のテーマはですね、2024年問題における女性ドライバーの話をしたいかなと思っております。でね、ツイッターを見ていたらですね、ある、私のフォロワーさんでもありますけれどもね、フォロワーさんといっても交流は全くありませんけれども、で、なんというか女性ドライバーがね、4トン車を運転している写真がね、載っていました。で、2024年問題、女性ドライバーが運転手不足を救うみたいなことがね、見出しでね、大きく見出しでね、書いてありました。で、その方もね、多分女性なんじゃないかと思います。でね、どんなことをつぶやいていたかというと、こんなことで、こういうことで、女性を出すのはやめてほしいと。で、女性ドライバーが運送業界に集まって、で、運送業界を救うというのはね、とってもありえないと。で、その中でもね、アメリカのことをね、引き合いに出してるんですよ。で、アメリカでは年収1000万だとかね、当たり前と。で、女性ドライバーもガンガン活躍しているという記事なんでしょう。私もね、詳細は読んでません。申し訳ないけどね。読む暇なかったんでね。読んでないんですけれども、ちょろちょろっと読んだ限りではね、年収1000万が、ゴロゴロいると、アメリカではね。で、それをね、日本みたいな、狭い国、小さい国、ね、例えば、日本海から太平洋に抜けるとしても、新潟方面から、例えば、反対側の岩手だとか、茨城方面の、太平洋側に出るとしてもね、2時間少しで出れるんじゃないかと思います。高速使えばもっと早いかな。2時間はあれか、3時間。3時間、4時間もかからずに行きますよね、おそらく。で、そんな距離ですよ。で、高速がね、発達しているとしていても、なんて言いますか。距離短いんじゃないですか、アメリカに比べては。アメリカなんてね、もう西から東からもう日付変更線が変わるぐらいまでね、それは海の上ですけどもね、そんな地域ですよ。で、道も広い。で、舗装された道ばかりとは限りませんけれども、荷物を届けるために2日3日じゃないですよね。向こうはもう1週間だとか10日だとかずっとトラックの中、そんな中ね、荷物を触るのが、そんなね、10日に数回だとか、ぐらいじゃないですか。日本だってね、もう、毎日手積み手下ろしをね、やってますよ、宅配業者なんかね。そんなね、アメリカと日本を比べること自体がおかしいんじゃないのかと、言ったところですよ。で、給料だってね、1000万あれば、それはどんどん運転手集まってきますよ。で、1000万なんてありえないじゃないですか。なんでそのアメリカをね、引き合い出すのかと。で、そのライターですよね。記事を書いたライターを、ツイッターのコメントあたりでもうケチョンケチョンにしてましたね。こういう奴らは、暖かい事務所の中、こたつの中で記事を書いて、で、運送業界なんか、
もうネットニュースだとかそんなんばっかりで見ている奴らばっかりだと。まあ、確かにそうですよね。その辺にね、大変違和感をね覚えるといったことをねつぶやいてましたね。そりゃそうですよ。で、その女性 YouTuber にもね、なんかかなり、なんというか違和感も覚えているんでしょうね。で、私、はっきりと言って、女性運転手の YouTuber の動画ってね、めったにいません。まあね、何年か前はね、まあ、私も YouTube やり始めたばっかりでね、どんな YouTuber いるんかなと。で、いろいろ、まあ、見たりだとかね、あ、こういったことを発信しているんだなと、そういった観点でね、見てましたけれども、まあ、最近の、悪いけれども、最近のそのトラック YouTuber の動画ってね、面白くないですわ。もう物ばっかり食ってます。悪いことないですよ。それはいいですよ。その動画がね、楽しみで見ているという方もね、もちろんいるでしょう。いるでしょうけれどもね。そういった方はね、で、登録者数も多いわけじゃないですか。で、多い方はね、20万人とかにいますよ。そういった方はね、テストも食ってる動画ばっかりじゃないし、2024年問題とかね、もうちょっと突っ込んだような問題で、実際は甘くはないんだよこの業界というのをね、強く発信してほしいですね。で、コロナが流行った時期、もう全盛期というかね、もう東京なんかでも何千人と出たわけじゃないですか。この山口県、もうくっさり中ですよ。人口120万人ぐらいしかいないね。くっさり、くそい中。口悪いですけどね。くそい中の方でも、一日何百人と、出たところですよ。で、そんなね、コロナ禍の中で仕事をね、失った方も、かなりいます。転職された方もね、かなりいます。で、そんな中でね、運送業はかなりね、ハードル低いですよ。これはね、大型免許、中型免許、まあトラック、ね、普通トラック、中型、大型、免許持っていればね、もういらっしゃいいらっしゃいと。もうね、面接で落ちるなんて人はね、まあ免許の点数が少ないとか、まあ、よっぽど何かね、欠陥がなければ、ほぼ運送会社でね、面接落ちるということはね、ほぼないです。ハードル低いです。で、そんな中、もう猫も杓子も、今こんな仕事をやってるんだけれども、もう、給料少なくなったし、コロナで仕事少なくなったし、もう、運送業でも転職するかなと。運送業にでも、バカを言うちゃいかんと。運送業とっても大変ですよ。本当ね、オールトラック綺麗だな。ホイールピッカピカ。まあいいかそりゃ。運送業をね、簡単にと思ったらね、本当バカ言うちゃいかんだよと思いますわね。まあ皆さんもそうでしょうけれどもね。それは免許さえあればね、できますよ。手足ついてればね、そりゃ1日2日趣味で乗るぐらいだったらできるでしょうよ。それをね、仕事とやるんだから、責任持って仕事としてやるんだから、そりゃ大変な苦労ですよ。運転中も神経使うし、時間はないし、寝る間はないし、腰は痛いし、暑いし、寒いし、車故障するし、パンクするし、アドブルーが少なくなるし、反対版のやつは車きれいにしないし、車の中臭いし、ゴミ落ちてるし、ろくなもんじゃないですよ。で、給料安いし、最大の難点ですよ。給料安いし、
で、まあ休め休め休みは多いのは結構、いつも定時、いつも定時で帰る、それ結構手取り13万円、誰がやれますかね、誰がやれますかね。そういったことをね、発信してほしいですね。飯食ってる YouTuber、 こういったことをね、発信してほしいですね。実際そうですよ。私の目の前に広島ナンバーのダンプいますがね、まあ多分広島仕事ないんかな、こっちの方まで来て仕事してるというのはちょっと分かりませんけれど、まあ そんなことですよ。ダンプがね、4トンダンプですけど、この辺に来てね、県外ナンバーのダンプがこの辺に来て仕事するというのはね、ちょっと一種おかしいですよ。で、残土というんですか、あの工事現場で出てきた泥をね、満載にしてますが、これ広島まで持って帰るんかな、よう分かりませんけれどもね、こんなもん持って帰ったってね、1000円ぐらいしかならんじゃないですか、よく分かんないんですけどね。で、実情はそうなんですよ、実情は。で、トラックの運転手が助けると思ってね、思うのはもう昔のことですよ。今はね、もう稼げません。思うようにはね、ほんとね、手取りがね、30万とか40万とかね、なかなか厳しいですよ。まして2024年、で2024年からですね、ほんと労働あの法改正で、今度あの運送業界、運送業界がね、罰金30万だったかな、罰金30万以上とかね、営業停止とかやられますよ。960時間年間960時間残業時間が超えたらね、やられますよ。で、罰金30万ですよ。で、営業停止ですよ。罰金30万だけで済むんならいいけど、営業停止にもなったら本当数百万の損害でしょう。なのでね、彼らの会社はね、守ってくると思います。だから稼げない、だから運転手が入ってこないといったね、悪循環になっているんですよね。そんな中ね、女性ドライバー入らないでしょ。で、その女性ドライバーなんですけども、綺麗なお姉ちゃんですよ。まあモデルでしょうけれどもね、実際にはね、本当悪い、女性ドライバー、綺麗な女性ドライバーもね、いますよ。はっきりと言って綺麗な女性ドライバーね、いますよ。はい。でも悪いけど、女性 YouTuber 見てごらんなさい。ブッスばっかりやん。実際ブッスばっかりやん。あんな綺麗なお姉ちゃんがね、入ってくるわけやない。入らないですよ。運転手やらないですよ。で、綺麗な人はね、汚い仕事をしないですよ。トラックの仕事ってはっきり言ってね、汚れますよ。綺麗な仕事じゃありません。汚れます。必ず汚れます。はっきりと言って。で、綺麗な仕事じゃないんでね。なのでね、男性諸君もね、綺麗なお姉ちゃんがいるかなと下心満載でね、行っちゃダメですよ。ほんとね、まあおばさんですね、おばさんです。ブッサイクなおばさんしか言いません。はい。いや、それでもね、いいんですよ。私はね、大歓迎です、女性はね。私は綺麗な人であろうがね、そうでない方もわけ隔てなく接します。ようこそ運送業界へと、という感じでね、大歓迎しますけれども、でもね、勘違いさせるような、なんていうんかね、誤大広告っていうんですかね、嘘めいた広告だけはね、やめてほしいです。女性ドライバー多数活躍中とかね、そんなああいうことはね、やめてほしいですね。
まあその方も言ってましたけれどもね、はい、まあそういったことで今日はツイッターの中からやって、ツイッターの中からの記事をもとに動画を作ってみましたけれども、さあ2024年4月どうなるんでしょうかね。はい、そういったところで本日の動画は以上です。ありがとうございました。あ、最後にもう一つ、地場でもねそこそこお金になるポグはありますよ。はい、それはまた次回の動画でお楽しみに。ではバイバイ。